ます。おはようございます。今日はね、はい、寒い。今日はあるところに向かってますよ。どこですか？それはまだ行けないね。うん、まあ千葉県内であることは、くしゃみをした。くしゃみ。ああ、まあ千葉県内であることはまず間違いはないんですけど本当行動範囲が千葉多いよ。まあ千葉県に住んでるんでねしょうがないじゃないですか。うん、まあ本当ね、多分、はい、何年ぶりかな、あそこに2人で行くっていうことはもうかれこれ、うん、もう8年近くなるんじゃないかな。そんなに行ってない場所。うん、そんなに行ってない場所。どこだ？もう約8年ぐらいだね。うん、まあ2人の中での思い出の場所と言っていいのではないかと。気持ち悪いね、そのなんか切り方が。そうでしょ。うん、改めてね、うん、ちょっとそういう場所に行って、うん、まあ当時のね、うん、思い出だったりなんじゃったりっちゅうのをねなんじゃったりそう、はい、振り返って行こうかなと思っているわけでございます。一応待ってるとこもあるからね待ってない、全然違って、全然待ってない。一応しゃべり終わるまで待ってんじゃん。いや、それは人の話はちゃんと最後まで聞かないといけないじゃん。けどやめろと。やだね、なんか気持ち悪い。ああ、なるほどね、わかりました。じゃあとりあえず現地にね、今からじゃあ向かっていきましょうか。はいはい、では現地に到着しましたけれどもね、思い出しました？私たちが結婚式を挙げた場所ですね。正解です。懐かしい。懐かしいよね。あれ以来一回も来てないね。ね、ちょうどね、こうやって見ると結構高い今ホテルなんですけど、ここでね結婚式を挙げました。はい、幕張ですね。はい、はい、今日もお天気がいいということで。眩しいね、涙出てきちゃった。なんか恐竜の鳴き声がすごいんだよね。やばいうち恐竜発見した。妙にリアルだしねすごくない？ちょっとリアルなんですけど、すごい。ちょっとズームしてみるか。おお、なんか捕まってない？でもね、捕まってる。捕獲されてる。なんか悲しいんだけど。ズームアウトこれね、ちなみに右側がね、今地位の後ろにあるのがね、披露宴会場だね。懐かしいね、あそこの坂とかね。懐かしいよね。懐かしい。もうほんと8年ぶりですよ。懐かしいわ。まあ今日はここで結局何していくかっていうと、はい、なんか結構ね眺めがいい感じのビュッフェがね、うん、あるということなんで、ちょっとそこでさお昼ご飯でも食べに行きましょうよ。はい、早い。それまだでしょ。だって下のマークがついてますよ。あれ？あれなんで押せないの？でもえ？確実にこれ下だよね。でも下だよ。一回閉まったらちょっともう一回どういうこと？そっちに乗る？あ、こっちに乗るかじゃあどういうことなの？この現象はさ。ボタンいっぱいあってどれだっけ？50回でしょ。50回。やべやべ、すげえクラクシン流れてきた。やべ、バンされる。おシャンティーじゃん。ちょっと一回カメラをストップします。はい、では到着しましたよ。綺麗だね。ちょっとみんなにも見てもらおう。うん、どうですかこの地上50階のロケーションですよ。圧巻ですね。圧巻だね。圧巻ベイですな。奥さん圧巻ベイですな。そうですね。まあちょっと早速じゃあ取り行こうか。はい。りあえずね第一段階取ってきましたけど、うん、とにかく食べる気満々で、名前はちょっといろんなもう覚えてられないからね、うん、でもパスタもあるしチャーハンもあるし、うん、ご飯もカレーもある。さすがだねじゃあどうぞ召し上がれ。はい、じゃあいただきます、うん、サラダが美味しそうだったね。アンチョビソース、うん、美味しい、うん、アンチョビソースっていうかバーニャカウダのソースじゃないの、うん、美味しいでしょ。あと手作り豆腐。手作り豆腐、あ、手作りなんだ。うん、おひつに入ってた。いただきます。あ、そう、うん、いいね、またこのロケーションが、うん、最高。ゆったりね、うん、俺が反射してるおいしい。美味しい。うん、いただきます。いただきます。ちょっと逆気味だけどね。うん。うん。これ何だった？なんかカッピローネみたいな名前。うん。なんか焼き豚みたいだね。うん。これはカッピローネだ。間違いない。うん。うん。美味しい。なんだっけ今タイムセールじゃなくて。タイムサービスでローストビーフがある。フレッシュがやばい、うん、なかなかね結婚した場所に来るじゃない。結婚式した場所に来ること多分ほとんどないんだよ。ないね、うん、俺たちはね、まあ、時期は全然、まあ、全然しても俺たちは2月だったからね。2月、今でも覚えてる。2月27日で、うん、私の誕生日の1日前、まあ、今でも覚えてる。覚えておいてもらわないと困るって人でもプロポーズ自体もさ結婚式の前日だったよね。です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 ますですますですよ。もう決まってるけどって明日ですけど、うん、私はもうそろそろ食べ終わりますよ。すごいね、早いね。まあちょこちょこね何回か取りに行くスタイルでやらせてもらってます。でもさ旅行行った時とかもそうだけどさ、うちはさ1回でいっぱい持ってくるタイプじゃん、うん、肉ほんとちょこちょこ取るよね、うん、性格出るよね。なんか最初からいっぱいあるとさ食べる気なくする。そう、なんか目で癒されるじゃん、うわーって。そうなの、うん、だからホテルの朝の朝食とかすっごい取っちゃう、うん、なるほどね、うん、ローストビーフも確保してきたんで。どうですか、8年ぶりに来てみて。変わらないし、なんか恐竜フェアとかやってたけど、うん、やっぱ思い出すよね、式場とか見ると、うん、その時の気持ちとかさ、うん、ゆうくんの友達が乾杯の挨拶した時、うん、中身あふれるぐらい手震えてたよね。どんな感じだろうね。みんながこぼれちゃうこぼれちゃうとか言ってさ、もう慣れてない時緊張するんだろうね。緊張するでしょね、うん、すごい全部食べた、うん、まだ全然あるわ。2週目いけんのかな。これ前菜なんだ。え、そうなの、うん、カレーとかもいくの。えビュッフェ来てまでさカレー食いたかでもここのカレーって有名じゃん、うん。私は第2弾取ってきます。はい。さあ一生懸命食べております。うん。うんうん。美味しい？あとちょっと。あともうちょっと。で僕は第2弾でまた追加のサラダとポテトとあとなんかタケノコと山椒香るなんかムースみたいなやつと、うん、生ハムサラダとあとまた白身フライと。このちょっとよくわかんないなんとかタプナードって書いてあったって書いてあった、うん、これうまいよ、うんうん、おいしい。それローストビーフを、うん、うちの奥様は3枚を持ってきました。絶対に食い切れるのでしょうか結構ね、来てる。取ってきたけんだ取ってきたものはちゃんと食べてくださいね。取ってきたものは全部食べますよ。でしょ。じゃないと大変なことになる。大変なことになるね、うん、晩ご飯抜きになるよ。食べれないと思ういただきます。はい。箸しか持ってこなかった。すくえません。どう？うん。うん、濃い。ま、これはうまい。うん。濃厚。何味？え、だからたけのことたけのこの香りと、山椒の香りがね、食べた瞬間に鼻にね広がりますよ。ベースの あれはだし？うん、多分ね。このフライドポテトに、うん、ね、バーニャカオラソース。まあそれやばいやつじゃん。やばい。すごいね。めっちゃ飛んじゃん。至福の時間。それ一回で終われるの？大丈夫？これでも全種類じゃない？デザートは。あ、まだあんの？まだある。で、またマンゴープリンもあるし。もうそれジュースじゃないんだ。かぼちゃプリンもある。あ、かぼちゃプリン食べよう、うち。やばいね。楽しい。自分で取っときな。まずは。ムカつく。まずは。メロン。メロンに見える？あ、キウイか。どこもキウイでしょ。え、皮ごと？ん？何？剥かないの？剥かないでしょ。いや、キウイの皮ギザギザ、いや、いるでしょ。うん。この皮の下触りが美味しいですね。ザラザラしてそう。これ皮はね、めちゃめちゃ栄養があるんですよ。うん。うちのね、家にいるとほとんどフルーツ出してくれないから。そうだね。どこに食べてもほとんどばかり。一年分ぐらい摂取しておかないと。だからご飯よりもデザートの方が量あるんじゃない？そのアーモンドみたいなやつ何？あ、これ？フィナンシェ。これ可愛いじゃん。これマドレーヌ。ああ、マドレーヌ。ちっちゃい。可愛い。美味しい。最高。それわらび餅？これじゃん。ちょっとさ、仕組んでるでしょ。なんで？俺がさ、食べる順番決めてるのにさ、先に紹介させて、先にそれを食べさせようとしてる。いやいや、紹介じゃなくて聞いてるだけで。俺はバラジオですよ。なるほど。先に酸っぱいの言っとかないと、わかるでしょ。やばいぐらい酸っぱく感じたもんね。そういうこと。先に酸味があるやつからね。うん。それさ、大体さ、そういうやつ食べるとさ、歯のところに噛んでさ、いいってやったよね。やんない、そういうこと。やるっしょ。見たかったな。すごい勢いで食べんじゃん。やっていただいたもの、そこまでだったね。うん、うまい。すごっ。コンビニでもね、あると買っちゃうんだけど、フルーツサンドが美味しいよね、たまに食べると。うん、うまいのこれ、最高。うん。どう？うん、うまっ。でもさ、この一番さ、手前のやつはさ、何？パン？これパン。もうね、俺にとってはマジで甘いものは別腹だから。うん。多分メインで食べてたご飯と同じかその倍以上は食えると思う。うん、確かに。あれもう学んでスプーン持ってきたの？え、持ってきてない。わらび餅行ってからだ。これでしょ、マンゴープリン。ちょっとさ、スプーン持っておいでよ。綺麗に取れないじゃん。毎回ね、忘れちゃうんですよ。おいしい？すごい、なんか景色がいいよ。でしょ？うん。どうですか？お腹いっぱいになりました？もう満足すぎます。じゃあ一回出ましょうか。はい。はい、ということで。はい。今ね、お家の方に帰ってますけども。はい。美味しかったね。あれだって一人3000円ぐらいでしょ？行かないぐらいか。行かないぐらい。めっちゃいいよね。うん、美味しかった。デザートも美味しかったし、サービスタイムが3回もあったしね。ねえ、合計でね。確かに。めちゃめちゃ美味しかったですね。え、本当久々に行けてね、なんかちょっと結婚式のこととか本当に思い出したね。ね、あの時ああだったよねみたいなね、うん、たまにはありかもしれないですね。たまにはまあちょうどね、しかもなんか、俺たちが結婚してさ、うん、ホテルにね、うん、なんかそういうプランがあってさ、うん、そこのホテルにも泊まったんだよね。あ、そう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 、スイートルームだっけ。そう、めっちゃでかかったよね。うん、うん、広かった、びっくりした、うん、でその時はね、本当にお金がね、うん、ないながらにもね、そうだね、そう、お金貯めてね、うん、うん、どうにかね式をできましたけどね。本当だよね、うん、俺はさ、うん、ね、結婚式2回目だけどさ、うん、なんかやっぱさ、その男性としてはさ、うん、地位がね初婚だからさ、うん、どうしてもさ結婚式をやってあげたいなっていうさ、うん、気持ちがやっぱりさ、うん、あるじゃないですか。そうですね。でまたね、付き合ってちょうど丸々大体2年ぐらいでね、うん、そう、結婚式やったから、まあ、それまでもね、本当にこう、本当にお金がないけどさ、うん、ひたすらこうね、働きまくって、お金、本当お金なかったよね。ありえないぐらいね。貧乏ちゃま分ぐらいお金なかったよね。洋服前しか着てなかったっけって、うん、そんな感覚だよまあでもね、なんか、なんて言うんだろう、そのまあお金がないながらにもすごくね、やっぱ楽しかったね、当時は、うんうん、大変なことはいっぱいあったけどさ、まあもうアローもベイもいたからね。うん、その時はね。ケビンもいたっけ。いや、ケビンとかはいないでしょ、結婚してから。うん、うん、本当だよ。だからまあ、しかも結婚式はさ、うん、俺らはなんだっけ、そういうあんまりね大々的にやらないっていう感じでさ、うん、それこそ呼んだ人たちもね、うん、9割方身内だったもんね。そうだね、うん、お友達でいうと5人とか、ね、5人ずつぐらいじゃない多分、うん、ね、披露宴はね。そう、披露宴は二次会はいっぱい来てくれたけど、うん、だから二次会だから大体もう人数でいうと80人ぐらいだったのか、あの挙式が、うん、そう、あの挙式披露宴がね、うん、で二次会は逆に身内はほとんどいないで、うん、お友達連中とかで、うん、だいたいでもだからそれこそ80人ぐらい来たよね。そうだね、全部でね、うんうん、ありがたいことですよ、本当に。本当ですよね、うん、ね、まあなんかいまだに覚えてんのがさ、うん、あのなんか知んないけどさ、うん、江戸川区の葛西でさ、うん、ご飯食いに行った時にさ、うん、マジシャンの人と知り合ったじゃん。ああ、はいはいはい。でその人にさ、結婚式やるからさ、その二次会でさ、うん、そのマジックをね、うん、やって もらえませんかっていうのでさ。いや、披露宴でもやってもらったんだよ。あ、そうだ、披露宴でもやってもらったんだ。そうだよ。そんで、うん、そうだ、披露宴でやってもらって、うん、ちょっとね、うん、ちょっとした事件がね、うん、起きたんだよね。そうなんとそのマジシャンの方がですね、うん、二次会の会場を僕たちが伝えるのを忘れてて一向に来なかったっていうね。あれでも途中で見つけてくれたんだよね。そう、うちらもうバタバタしてたからさ、もうすっかり頭から抜けてたんだよね。そう、なんか誰かにお願いをしてるとかではなく、うん、なんか全部そういうやり取りとかも自分たちでやってたからね、うん、そう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 。だから本当はなんかさ、ああいう二次会の司会の人とかさ、うん、そういう人にお願いすればまあスムーズにいったんだろうけど、うん、全部自分たちでやってたからさ、うん、マジシャンに終わるちょっと前に来たっていうね。そう来てた人たちからさ、うん、おひねりみたいのもさ、うん、もらえてたしさ。ああ、そうだね、うん、なんか役に立てたならよかったなって思うただね、ちゃんと伝達はしないといけないね。本当だねまあでもね、なんかすごく、うん、そういう楽しいね、うん、一日をね、うん、過ごせた場所だからね、うん、思い出の。もうお姫様気分だったもんね、一日みんなスカートとかやってくれる。あ、そうだね、うん、まあそんな感じでね、はい、うん、またねちょっと機会があったら行きたいですね、うん、本当にまた同じところに行ってご飯でも食べに行きましょう。はい、はい、ということで今日はですね、僕たちが結婚した場所に訪れてご飯を食べに行くという動画になっておりますなっておりますね。楽しかったです。楽しかったね、ありがとうございます。それではまた今後ともよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございます皆さんいつもご視聴いただきありがとうございます。後藤祐樹という個人チャンネルの方で本気でキャンプ場を作っています。これからも動画はたくさん投稿していくので、ぜひぜひ個人チャンネルの方の登録もよろしくお願いいたします。